いや、こういうサービスってなんかいいですよね。そうですね、うん、誰でも行ってもうすぐ情報を提供していただけるんですね。行かなくてもいいです。電話でもインターネットでもファックスでも、今もうデジタルの時代ですから、はい、まあ、昔は図書館みたいな形で、今でも、まあ、研究者はもちろん行けないことはないんですけれども、うん、大抵の人は、はい、やっぱりインターネットで訪ねて、見た方が、まあ、時間的にも、いいんじゃないか。まただけどどっかお出かけであればアメリカまで行ってくださいよ。確かにアメリカと日本の観光が少ない、私はそれ心配して。要するに観光客の人数が減ってきてるんですか。多少減ってきてっていうのを逆に言えば増えていない。また留学生の人数もそれほど増えていない。今日本人はアメリカで留学するためのビザは絶対取れますから、それを心配しないでちゃんと当たって見るべきだと思います。なるほど。でまた逆に、まあ、さっき言いました日本の現代文化が、はい、もうこれだけアメリカで、まあ、流行っているので、アメリカの学生たちも、はいはい、やっぱり日本に留学したいと思う人がたくさんいますので、まあ、その点は日本政府がどんどん、まあ、宣伝して、いろいろ協力していただくと、はい、ありがたいことだと思います。そうですよね。なんかそのきっかけがなければいけないんじゃないかという、どこでどう取っかかりを持ったらいいのかって非常に悩んでる学生さんとかですね、例えばそれこそ、その驚いたんですけども、アメリカの大使館といっても日本人のスタッフもいるわけで、はい、そういうところに例えば自分が将来働きたいとか、まあ、国連職員なんかはね結構働きたいと思っている方多いんですけども、どうやってそういうところに就職したらいいのかっていうチャンスはね、実は先ほど総領事がおっしゃった、そのアメリカのホームページ、大使館の方、総領事館のホームページにもあると聞いておりますので、そういうところもぜひ見て、将来国際的な活躍をできる日本人っていうのを、自分のチャンスをね自ら見つけていってもらえたらありがたいなと思うんですけれども、僕はこれ個人的な質問になるかも分かりませんけども、先日アメリカに議員になってから行かせていただいた時に、そのモーリン&マイク・マンスフィールド・ファウンデーションといってですね、マイク・マンスフィールドさんがお作りになられた日米の友好的な利用促進のための財団があって、その彼の写真なんかを何回か見せてもらって、で僕総領事にお会いさせていただくたびにね、その必ずご自身が若かりし秘書官を務めた時の自分の上司 そのマンスフィールドさんを誇りに思ってることをねすごく感じるんですね。優しさのあった方なんだなって逆に思い起こせるぐらいで、その中で一番のエピソードというか、なんか残された言葉みたいなのがあったらそこから学ばせていただけたらありがたいなと思うんですけども。そうですか。言葉ならいくらでもあります。マンスフィールド大使の非常に有名な発言に、日米関係は世界で最も重要な2カ国関係でございますと、その話はよくしておりましたが、これ表ではあまり言わなかったかもしれないけれども、大使館の中でほぼ毎日ぐらい、おっしゃったことなんですけれども、必ず、まあ、彼はまたモンタナ州の、モンタナのちょっと、まあ、なまりというかそういう話し方でゆっくりと喋ったんですけれども、ダニ君、いつも相手の話をよく聞きなさい、場合によって相手の言ってることの方が正しいかもしれないよと、そういつも言ってくれて、これ外交官ではね、やっぱり最高の最大のアドバイス、こう自分 の方針だけをね強く強く言って相手を潰すとか、そういう、まあ弁護士が裁判でやるぐらいなことは、これは外交じゃないんです。で相手の言いたいこと、相手の考え方を理解してよく聞いてあげるのが、これは本当の外交官の仕事だと思います。ですからマンスフィールド大使は、まあ、そんな日本のこと、まあ、アジアのことはすでに勉強しておったんですけれども、日本の専門家ではなかったけれども、彼は日本と同じような
礼儀作法、はい、そのマナー、やっぱり一人一人人を大事にしたという性格だった、うん、あのな話長くなりますけど、エピソードで言うと、はい、私は毎朝校庭に行って大使と、うん、一緒に車に乗って出かけたんです、はい、で、あの車は大きなカデラックで、うん、防弾グラスので、はい、外から絶対中に見えない、はい、で、校庭から出て長いドライブウェイを通して、うん、必ずあの日本人の、うん、あの庭師がいました、うん、結構ご年配の方で、はい、あの大使の車が来ると帽子を取って深くお辞儀した、うん、それに対して車の中マンスフィール大使はその庭師に対して自分でちゃんとそのお辞儀を自分で返した、うん、大使ですよ、うん、16年間アメリカの院内そ、うん、あの上院議員を務めた大使が、しかも相手が全然それが見えない、うん、だから心その気持ちは首都、うん、特にあの赴任先の日本の、うん、一人一人を大事にして、うん、同じような意見も大事にしたという、うん、外交官でありましたので、私は、うん、あのまあ、自分で言うのはあれですけれども、うん、大変尊敬 した人物でありました。そうですよね。で、その大好きな人だというのがすごく伝わってきて。